あなたが選ぶ最高の現代文参考書は？中野良樹先生の現代文読解の基礎講義寸大文庫。これで兄弟現代文までしっかり対応できるようになりました。特に理系にはハマるかもしれません。私の場合は中野先生から授業でも習っていたので、何も挟まずに授業テキストとこれを同時にやりました。船口の最強の現代文が好き。参考書でも人気だけど、船口先生の授業マジで世界変わる。最強の現代文、現代文読解の基礎講義しか書かん。あれ絶版なんよな。共通テストだけなら10時間で9割取れる現代文、8割以上は確実に安定できる成績まで持っていける。アクセス好き。足立優太のゼロから始める現代文。現代文の解法読める解けるルール36。黙ってアクセスの基礎しろ、その後考えろって現代文の勉強法の話題の時は思う。スマートステップ現代文、学習法に目が行きがちだけど、模試対策や強手入門にもなった。船口、現代文と格闘する。現代文解法の新技術切り原かな。手を動かして勉強するトレーニングノートとしてよくできてた。格闘するを極めたら早稲田の現代文の余裕。新現代文レベル別問題集。ミラクルアイランド。上級現代文。出口博士のシステム現代文。出口の新レベル別のレベル1。現代文聖戦問題集。大文社のレベル別問題集。ライジング現代文。初めての入試現代文。得点ダッシュしかない。現代文を丁寧に読み解く。新語ロボ現代文基礎編。これだけで偏差値37から60までいった。寸大模試偏差値50以上の人で開発講座やって伸びなかった人見たことないからおすすめ。現代文は大半が勉強法知らないから逆に偏差値上がりやすいしコスパいいと思ってる。受験生のための現代文読解講座。今まで本を読んでこなかった僕に文章を読むとはどういう行為なのか、読んでる最中に何を考えるのかなどを教えてくれました。かなり初歩的な本だと思います。足立優太のゼロから始める現代文小手先のテクニックではなく、現代文に対して何を意識するべきなのかというのが書かれている。言われてみれば当たり前のことでも人に言われて気づくみたいなのが多かった。初めての入試現代文、紙、とにかく紙。河合塾の夏期講習の木村哲也先生著者の現代文読解や壮大現代文と並行できるとなお良い。壮大現代文プレミアム、解答に至る論理的な思考過程を共有してくれる。現代文キーワード読解、ようやく欲が本当に上がった。上級現代文1、記述のポイントを教えてくれるので減点されない書き方が身についた気がする。現代文読解力の開発講座、すごく時間がかかりますが、解説がとても丁寧で、これをやった後現代文の点数がぐっと上がりました。とても名著だと思います。船口のゼロから読み解く最強の現代文、カラーで見やすく現代文の構造を図式化してくれているため、それを真似できるようにする勉強をしたら模試の点数が2割から7割取れるようになりました。スマートステップ現代文、短文演習のところを夏にやったらすごい効果あった。早稲田の国語、過去問研究として完璧な歴、解説が的を得ているし分かりやすい。問題の難易度とかが徐々にレベルアップするように作られてて、ある程度のレベルまで上げてから過去問に接続できる。現代文読解の基礎講義絶版、硬派な現代文の読み方を学べた。このくらいかっちりとした型があると凡人にはありがたい。新現代文レベル別問題集、これやったら難しい本文を優しく噛み砕けるようになって読解力が飛躍的に伸びた。現代文単語評論小説、桐原のやつ、これのおかげで小説が50点で安定してきた。新現代文レベル別、国語弱者の私を救ってくれた神参考書、読み方が劇的に変わりました。おとなしく開発講座やってねー。解説詳しいし、問題の質も高いし、成績爆伸びしてほんまに人生変わった。いや、開発されちゃった。初めての入試現代文、初めての次の入試現代文、この2冊とこの著者のキムテツは俺の人生を変えてくれてマジ感謝しかない。現代文基礎問題成功、好きです。上級現代文、
宮廷クラスの技術練習において最高。答えが詳しく見やすく、見た目で周囲にマウントも取れる。漢字、語彙の問題集も神。哲学の語読入試現代文で哲学するは名著。理想的な読み方というものを知れる。現代文クロスレクチャー、ヤグー先生の本は癖が強いものもありますが、クロスレクチャーは癖が控えめで本当に解説がわかりやすいです。現代文が苦手な頃、問題を解くときに感覚でしか理解していなかったことが、この本ではうまく言語化されて読み方解き方としてまとめられていました。これは小手先のテクニックというより、現代文が得意な人は普通にやっているやり方という感じで、ほとんどの現代文に対応できます。現代文解法の新技術、あれ一つで完結するから好き。ただ古いのが難点。上級現代文。マジで、すごい、神。理系で国語は共通テストまで、もともと国語力はそれなりにあるけど安定しないって人はゴロゴ現代文で革命起きるよ。ソースは俺しかないけど、本番漢字と語彙抜かしたら1ミスで8割取れた。ちなみに、この参考書の効果は模試よりも過去問で感じられると思う。出口の実況中継1ヶ月やり込んだら世界変わった。回答力の開発講座の方がいい。やってよかったのは開発講座知ってたら絶対やってたのはレベル別。東大現代文プレミアム。東大志望者で国語がちょっとだけ自信ないならおすすめできる。特に理系は現代文25カ年全部やるのは大変なので赤本の8年分解く前にさっとやるのがいいかも。あえての聞くま現代文技術トレーニング。開発講座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 開発。等身のレベル別。もうあれだけでルート取れそう。技術トレーニング。現代文と格闘する。そんなむずくない上に解説の言ってることが一貫してるから怖がらずに手出してほしい。スマートステップ現代文。集中講義のおかげで両手で点が取れたと思ってます。ライジング現代文。うちもしも真髄がぎゅっと詰まった貴重な著作物。文章自体が難しい大学なら、開発講座設問が記述だったりする場合。得点ラッシュやな。野球のプラチナルール。初めての入試現代文、初めての次の入試現代文、マジで神。アクセス基本発展、初めにに書いてある通り他のやってて混乱した時にやるとちょうどいい感じだった。アクセスとポラリスが良かった。現代文は演習あるのみだと思う。開発講座、前頭記述の現代文の偏差値が50付近だったのが70安定して取れるようになった。ご視聴ありがとうございました。